はい、どうも、コンシェルジュです。これね、結構リアル系の話なんで、ちょっとその話をやっぱり脚色します。僕の話のリアル系の話はいつも、誰に聞かれてもバレないように、ちょっとその、改変を加えているので、その辺はご了承くださいなんですけど、とある僕の依頼者さんがいるんですよ。女性ですね。女性、女性、女性で、で、元彼と復縁したわけです。で、もう結婚の話までなってるわけです。ちゃんと結婚しましょうという話まで行くんすけど、その依頼者さんは心に問題があるっつったらちょっと言い方変なんですけど、やっぱりその親の影響とかで心にいびつなものができちゃってるんでね。やっぱりおっかなびっくりな性格だし、その親の言うことに反対できないし、で親は何もその彼との結婚に反対してんだよね。でも結婚の話出てんですよ。出てんのに親はすごい反対なの。結婚とかって別に、そんなしなくていいわよぐらいなノリなの。正直しなくていいわよの年齢じゃないんですよ。しないとまずいっすよの年齢なのに、親的にはそういう感じになってて。で、この場合どうすればいいんでしょうって、本当にね、ニッチもサッチも進めないんですよ。気持ち的に。その依頼者さんは。で、こういう人って多くないですか？やっぱりその我々復縁組は心に問題がある。なんかそのね、ちっこかったり、執着強かったり、おっかなびっくりだったり、ドキドキだったり、カーってなっちゃったり、いろんな問題があるから復縁したいってなるんだから。普通の人ならないんだから、あんまり復縁したいって思わないんだからね、普通の人はね。我々はおかしな仲間たちでいいの。おかしいんだと思っちゃっていいから。おかしくたってね、立派に生きてる我々ですから。いいんですけど、そのおかしさが、根本、親が毒親みたいな感じだから、そこの影響でおかしくなっちゃってるっていう方結構いるでしょ？いるはず。そういう方たちにお伝えしたいのは、その親切りなさいとは僕は言わないです。僕はそのやっぱり、親子の関係を完全に断絶す、100% で。100% で断絶した場合、その本人幸せにならないと思ってますから。1% だけで残しとけばいいんですけど、 1% でもその蜘蛛の糸を残しとけばいいんですけどね。でも 100% で断絶しちゃったらその人自身が幸せにならないんで、どんな虐待を受けてても、相当やばい虐待を受けててもね、性的な虐待とかさ受けてても、 1% はとりあえず産んだ後私のことを、俺のことを殺してないんだこの親っていうところで、 1% だけ殺さなかったんだっていうので残しておいてくださいねっていうことは言ってんだよね。で、その完全にそんな毒親ね、その圧力で結婚も流れ、せっかく復縁して結婚流れちゃうみたいなことになるかもしれないわけじゃないですか。だから、その親完全に切るはやらなくていいんですけど、もうその無視しなさいと。で、これよくあるアドバイスでしょ。もう親の言うこと聞かず、その恋愛結婚推し進めてっていいからって。よくみんな言うと思う。これぐらいのことは誰でも言える。そんな親関係ないよって。言うけど、それじゃあ心の問屋が下ろせないわけですよね。その依頼者さんとか毒親に育てられた人たちは。なんかざわざわしちゃって、また親の言うこと聞いちゃって、めんどくさいこと言われるって分かってんのに様子見に行っちゃって、で、めんどくさいこと言われて腹立つとか。そういうそのもうわけの分からない状態になってるので、じゃあその自分の心の中で親を切る、 1% 残して親を切るための理論があればいいわけじゃないですか。で、その理論は何かっていうと、自分のやりたいこと以外はめっちゃ親孝行しなさいということです。どんなダメ親、どんなバカ親、どんな毒親に対してもできる限りの親孝行した上で、いや、ここだけは曲げられないですねっていうところに関しては全然曲げなくていいから、うるさいっつって、そこはもう話しかけてくんじゃねえって言って切っちゃって、だから軽くね、サイコパスみたいな感じになればいいんですよ。一生懸命親孝行して、で、同意、親のリクエストとか親の要求に同意できない部分だけ自分を貫き通せば、それ正義ですからね。それ親孝行してるって言うんです。親孝行してないとか、親を切ったとかじゃないの。それ親孝行してるいい子供です。いい娘、いい息子です。親孝行してるんだから。ただここだけはね、譲れませんっていうところは譲らなくていいだけ。だから、何としてもこの人と結婚しますんで、つって。あんた、いい加減にしなさい。私のこと捨てる機会。捨てませんっつって。親孝行いろいろしてあげて。ほや、できることしてあげて。嫌かもしんないけど。でも、この人と結婚するんで。捨てる機会。捨てないでしょって。捨ててないでしょ、現状。いっぱいいろんな親孝行してるでしょ。その、
それがあると自信持って捨てられます。捨てられるっていうか自信持って言うこと聞かないってことができますね。だからやってないからこうなんか紐引っ張られるというか背中から、うん、そんな感じでなんかモヤモヤしちゃう形になるんで、できる限りの親孝行、電話ちょいちょいしてあげる。で、めんどくさい時にはめんどくさいんで連絡しません今日はって言えばいいじゃないですか。もしくはそこまで言えないんだったら今日疲れてて連絡できないの、うん、なんで今日連絡できないの、だから疲れてるからいつも連絡してるでしょって、いつもやってるでしょっていうのがあれば何の問題もなくなるんです、ね、だからその親に連絡してあげたり、まあ季節ごとに何かお菓子でも送ってあげたりとか、うん、LINE でねビデオ通話とかしてあげたりとか、まあ物送ってあげたりとかだよね、大体ね、大体で、まあ遊びに行けるんだったら遊びに行って、まあ実家にね帰省してあげたりとか、なんか手作り手紙とか書いてあげたりとかいいじゃん。で、その例えばじゃあ そんな彼氏彼女元彼元彼女とは復縁するんじゃないよとか、結婚まだあなたには結婚早いわよ、まだ30なのよみたいなね、もうはって感じだけど、そういうこと言ってきた場合にはいやそれは聞きません、他のところで親孝行してるでしょって、ここだけは通すからねって、それに対してうーんってなりきれないよ、だって他のところでやってもらってるもんね。だからその辺をちゃんとやる、毒親なもんだからやりたくないで今まで来てるのよ、やりたくない気持ち分かるんだけど、でもその通したいじゃん、自分の通したいところ通したいじゃん、文句こうすがすがしく通したいじゃん、すがすがしく親の言うこと聞かないところを進みたいじゃん、そのためには他のところでちゃんと親孝行やってあげるってことです、ね、そうすると、まあ、ある程度楽になるはずなんで、ぜひ、毒親関係で恋愛関係人間関係めんどくさくなってるって方はそれやってみてください。はい、今回は以上です。頑張っていきましょう。コンシェルジュでした。ではまた。